今国家の歩行者天国5時55分です。 この電飾を見てもらったら分かるように、どこもハルピンもそうですが、こんな僻地の国家でもこんだけ電気をつけまくってます。地球温暖化も関係なく、まあこれが三重の文化というか、メンツの文化、すごいなという感じ。校舎はそんなに多くないんですけど、 5時55分になると本当に暗いです。5時過ぎになると暗いです。昔戦争が終わる頃もここにも在留邦人がいました。こんなにすごいです。電気が輝きまくってます。イルミネーションだらけです。 ビルが電飾で光々としています。これは国家の街です。国家の歩行者天国。こっち側にアムル川があります。ヘロン江、こっち側ロシア側です。